これで二つ目か。あとはあのライトだけだね。終わりが見えてきたな。ここから下に降りられそうだ。崩れねえよな。下は4番街スラムか。え、興味ある？今度案内しよっか。少しは心配しろよ。あれは十分だ。神羅に作れんのは偽物だけよ。新機械発見。相当モードへ更新。戻ってきたみたい。最後のライトは、なんだ、どこ行くんだ。お宝探しに出発ってか。ファンの制御装置。止まった。換気システムメンテナンスモードに移行。制限時間内にロック解除用端末にアクセスしてください。何してんだおい。邪魔してくぞ。ちょっとずつ確実に向かってきなさい。沈め。センスだ。まだまだ。よっ、よっ、よっしゃ。受けた。
制限時間内にロック解除用端末にアクセスしてください。ボッコボコにしてやるぜ。嫌なら逃げなさい。くらっ、貫く。マテリアか。綺麗。どんな奴が飛び出すんだおい。さあな。
あのライトで最後。ずいぶん回り道しちゃったね。ここには仲間の目印もないしな。ジェシーとウェッジがいないのもいて。うん。二人のことビックスになんて言おう。きっと心配するよね。ライトまでの架け橋、しっかりつなげろよ。邪魔すんじゃねえ。そこをどいて。ほら来いよ。逃げろよ。これで3つ目。メインリフト動かせるようになったかな。多分な。よし、 H1 エリアまで戻るぞ。ジェシーの怪我大丈夫かな。あいつらの分まで神羅を懲らしめてやんのが一番の治療だ。そうだね。クラウドはウェッジの分お願い。H1 まで戻ろ。やられる前に倒す。
行くぞ。邪魔だ。そこ。来たか。ビッグスとの合流場所はマコロへ続く通路の中だ。暇つぶしのプラン A から Z まであるって言ってた。 D くらいまでには着くようにしねえとな。メインリフトまで戻ってきたね。首を洗って待ってろよマコロ。非常用電力の供給を確認。リフトの再起動を開始します。再起動完了。リフトに搭乗してください。あばよ鉄くずめろ。いよいよ魔航路か。暗
暗くて星の命が削られる場所だ。中は魔法の匂いが鼻につくぞ。覚悟しとけ。うん。見ろ、魔法炉が呼んでるぜ。早く来い、早く来いってな。ポイントはこの先だ。遅くなったからきっと心配してるね。派手に暴れたのに誰も追ってこないね。ミッドガルはシンラの手の内だ。監視はされていただろう。気づいてたなら言ってよ。言ったらやめてたか。最初からギリギリの綱渡りだ。渡り切るしかねえ。力ずくでも得意そうだ。どうでしょう。もうすぐか。ティファン。うん、いよいよだなって思ってたより緊張してたみたい。こればっかりは俺も慣れねえ。
てか、クラウド？ジェシーとウェッジは？どんな感じだ？犯人グループが列車から飛び降りたって、上は大騒ぎ。おかげでここは静かでな。マコーロへのルートはささっと確保済みよ。ヘイヘイヘイビーグ！で、あとの二人は？ジェシーがね、怪我をしちゃって。ひどいのか？口数は減ってね、大丈夫だ。世話になるな。仕事だ。4番街へ行きに乗って正解だったな。警備は4番に集中してる。でもこっちの本命は5番。ちょっと複雑だが、この奥はもう魔行路の中だ。狭っちい穴ぼこだぜ。文句言うなよ。こっちは補給物資とワイヤーリール。調子は？これ以上ねえってくらい上々よ。みんなのことお願い。おうよ。よし、俺たちもワイヤーの装備だ。落とさねえようにしっかりくくりつけとけよ。作戦が終わったらこいつで一気に下まで降りる。生きて帰んぞ。当然だ。もっと左だ。時間ないぞ。ライトを調整しろ。プレジデント、ネクタイ確認します。急げ急げ。魔鋼の匂いだ。いよいよだね。構造は1番と同じようなもんだろう。ああ、魔鋼だまりは近い。行こうぜ。先行くぜ。やった。あっ思ったより怖かったね。思うからだ。ん？おい、見ろよ。こんなデカブツが出てきたらひとたまりもなさそうだな。このクラスの機動兵は巨大モンスター用だ。最新鋭だろうな。もし俺たちの前に現れたら、その時は逃げた方がいい。ああ、おねんねの時間で助かったぜ。
静かすぎない？シンラだろ？くっ、恐れをなして逃げちまったとはよ。邪魔すんじゃねえ！そこをどいて！沈め！消えろ！この子！どんなもんよ！悪くない動きだ。頼もしいでしょ？もうすぐだね。この匂い思い出しちゃうな。暇はない。もうじっと喜べよ！戦を変える。おう、引き込んどけ。そこだ。こっちだな。邪魔だ。風に行くぜ。そこだ。おだむな。はあ、そっちはどうだ。下がっている。邪魔だ。邪魔だ！いない！やっ！
もうちっと賑やかだったぜ。ああ